恋のぼりの寒ざらし具上本染めは、岐阜県具上市八幡町に伝わる染め物。藍染めの一つである筒さし藍染めと、恋のぼりなどののぼり類の染め物が特徴で、天正年間から今なお伝わる。岐阜の伝統工芸の一つで、1977年に岐阜県重要無形文化財され,れている。毎年代間の前後に吉田川で行われる恋のぼりの寒ざらしは、 冬の風物詩となっている。1992年3月30日に岐阜県郷土工芸品に指定されている。安土桃山時代、江戸時代初期から始まり、400年以上の歴史がある。大正時代は17軒の荒野があったというが、現在は1軒が残るのみであり、その仕事場と道具一式は岐阜県重要有形民族文化財に指定されている。 アクアマリンと、木媒、石灰、符を混ぜて熟成させた藍液を使用する。布をこの藍液で数回浸して染め上げる。深い藍色にするために十数回繰り返して染める。恋のぼりの寒ざらしのように寒ざらしを行うのは、カチン染めで染められたものである。寒ざらしは、染め上げた生地の糊を洗い落としながら、冷たい川の水にさらすことにより、生地を引き締め、色彩を鮮やかにする技法である。 ありがとうございます。